はい、で皆さんこんにちは、グッドエザスタジオの針山篠です。今日はちょっとねスパンが短かったんですけども、宇宙哲学勉強会の第2部の第3回目ということで、今日テーマはね宇宙哲学的宇宙というふうにしました。でまず最初近況なんですけども、前回ね先週ぐらいなんですけど、ここで岩崎史郎と2人会というのをやりました。で、その時に少し宇宙哲学の話もしたんですけども、宇宙哲学の根本みたいなところをわからないで来られる方が結構見えていて、宇宙人って本当にいるんですかとか、月に本当にいるんですかとか、 NASA は嘘ついてんですかとかっていう、その辺のところの話も結構出てきたんで、もう一回ね、宇宙哲学的な私がどういうふうに思ってるのかと、基本的に宇宙人いるかいないかっていうのはどれだけ話をしても決着つかない問題なんですけども、私がどういうふうに思ってるか、ところどころぴょっぴょっと表明はしてるんですけど、ちゃんとねまとまった表明してない、ここのとこずっとしてなかったんで、それを交えてやっていこうかなと思います。前回からねあれすると、まず幕宇宙療法勉強会っていうのをやりました。で本当にものすごい遠くからたくさんの人が来てくれまして、ちょっと恐縮しちゃいました。本当神戸だとか、名古屋京都とか関西方面、それからこちらと茨城の方からも来ていただきました。でこの幕宇宙のねは一応幕宇宙の理屈を説明するっていう回だったんで、もうネットにすぐアップしましたんで見ていただいたと思うんですけども、神山先生がいろいろ考えた理屈をやったんですね。で面白かったのはその後でみんな遠くから来てるんでやってほしいという話になって、でこの会場でやったんだけど、畳とかないんだけども、ここに床でもいい寝てもいいからっつって始まっちゃって、でやったら半分ぐらいの人が動き出しちゃって、なんかすごいなっていう感じでした。で本当にセラピーやってるとか、それから霊的なことをやってる方なんかもいらっしゃって、非常に一般的には考えられないようなエネルギーの、使い方っていうのをね僕たちはやっているんだなっていう感じがいたしました。でその中にねマトリックスエナジーマトリックスエナジーリスエナジェスティックエナジェティクスっていう向こうのね、量子論なんかを元にした魔法みたいな療法があるんですよ。でそれをやってる方が来てて、で実はこのマトリックスエナジェティクスっていうのは最初に岩崎史郎選手から、教えてもらって、僕もちょっと読んでやってみて、やってるんですけども、こう2ポイントっつって、体の一部をこう触って、もう一部をこう触ってっていう、でこうやりながら、量子的なものの考え方をしながらこうやると、難病が治るっていうようなねやり方なんです。実はねだから最近僕は魔法を使うってよく言うんですけども、それの究極みたいなやり方だと思います。で全くだからそういうことは不可能みたいな話なんですけど、この宇宙哲学的なものの考え方をしていく、その延長線に、そういうことも起きるっていうことなんですね。ただそれをどのように使うかっていうところがとても問題で、その辺のことはちょっと今日話の中に出てくるかもしれません。それから幕宇宙に関して私は思い切ったことを言ったのは、この幕宇宙療法は 100% 動くっていうことですね。これは神山先生に言ったら「ええー」っていうか感じのでしたけども、ただ僕直感でそう思いましたね。でだからなぜ動かないのっていうのもですね、多くは心的なその心の在り方なんですね。だけどそれは例えば今の僕の立場で
動かない人の心の在り方がどうたらこうたらっていうのはちょっと難しいんですね、言ったりすることが。で、幕宇宙療法っていうのは要は宇宙的な意識的な別の存在がやってくれるんですよ、体を治してくれるっていうことなんで、その存在と自分それぞれの関係性なんですね。だから動く人っていうのは意外と早くそれを受け入れちゃってるってこと で、まあ、なかなか動かない人っていうのはなかなかそこに対して その自分の中の壁っていうのかなを取ってないんじゃないかなっていう気がするんですね。それ取ってないからいいとか悪いとかって問題じゃなくて、すごく動きたいという欲望とその宇宙的なそのもの、そういうパワーとの融合っていうのかな、それがうまくなされた時にですね、ある日突然動き出したりするんですね。でそれはね、理屈じゃないんですね、感覚、すごく感覚的なものなんで、興味を持って何遍でもトライしてもらいたいっていうのが私の答えです。それで私は絶対こいつは動かないと思ってたうちのかみさんがこの間動いちゃったんです。びっくりしちゃった。もう彼女はまあなんともこういう私と一緒にいるんですけど、その宇宙的どうのこうのって言うと、なんともこうあんまりね、こうそれよりもどっちかというと現実をどうするっていう方の意識の方が強いで、まあ、まあうまくバランスは取れてるのかもしれないんだけど、だから絶対彼女は動かないだろうなと思ってたら、本当に何があったのか分かんないですけど、ポッと動き出しちゃったっていう。だもう分からないですね、ヘリクスこねられないっていうの。だからそういう時は思うんですよね、本当その人と宇宙との関係性なんだなっていう。まあ、ですからこの幕宇宙療法、すごく面白いところはそういうところもすごく興味深くその出てくるっていうところですね。でまあ動かなくてもすごくなんかいろんな体が楽になるようなことが起きるそうなんで、ぜひご自分でこう試していく人が増えることを、まあ、目指していこうかなと思います。それからですね、2月に入って一応ネットでですね、水上山の謎の続編を作りたいということで、今回も私なかなかね自分で、制作費捻出するのが難しいということで基金をお願いしたところですね、まあ、割とたくさんの方が協力してくれました。まあすごいどっさりってわけじゃないんですけども、でもまあ私としてはですね、って思うぐらいですので、まずまあ、これで3月の後半ですねから、始動していくんですけども、少しできるなっていう感覚があります。それからもう一つせっかくですので、まあ、私のパソコンとかなんかもう古くなっちゃってるんで、新しいのに変えて、でビデオソフトなんかもそんなに高くないんで、新しいものに変えて、やっぱり少し自分の創作意欲っていうのをね、高めようかなと思ってます。パソコンはね、友人が作ってくれるんで、4万円で最速のやつを作ってくれるっていうことで、まあなんかいろんな意味で恵まれております。それから、それの関係で、酒井陽一さんっていう方がやってる古代史研究にも、今回2回行って、まあ来月も頭にあるんですけども、まあ、しばらく通っていこうかなと思います。でもちろん酒井さんもこの今回の作品に協力してくれるっていうことで、まあ、そういうこともあってですね、まあまあ、一人で九州とかが行くわけじゃないんで、それでちょっとね、ああこれ金かかるなと思って基金をお願いしてるわけです。まあ、でもとても面白い、展開になっていくと思います。まあ今ね、酒井さんは比較言語学って言って、昔の日本はどんなだったんだっていうのを言語のを比較することでこう考えていくんですね。そうするとシュメール語だとか古代のエジプト語っていうのが実は日本今の日本語の中にたくさん残っていて、日本人の起源っていうのがそこの辺にあるんじゃないのっていうのをこうずっと検証していくんですね。とても面白い研究だと思います。まあ、そっちの方面も追っかけていこうかなと思います。
それから、空間エネルギーの方なんですけども、あの2人会やって、これね、あの、まあ、岩崎選手がですね、だいたいいろんなセミナーやるんですけど、ネタがほとんど一緒なんで、あの1回 YouTube で出してしまうと、あのネタバレしてしまうんで、あのかわいそうなんで、あの彼の部分に関してはあのもう出しませんよっていうことでやります。ぜひ、あのなんだろう、だからあの音楽のね、歌手なんかと同じで、やっぱり生でその人のパフォーマンスを見てほしいっていう、そっちに力を入れていきたいと思います。で、私の部分はですね、今日ちょっとやります。だから2人会来てた方にはですね、ちょっと話が重なるところも出てくるかもしれませんが、ご容赦ください。で、もう一つ空間エネルギーに関しては、今あの会社組織にしようと思って、奔走しておりました。で、ようやく多分来週ぐらいに、発足できます。で、一応空間エネルギー普及協会というものを作ります。で、そこで、岩崎選手のセミナーだとか、なんかを管理していきます。それから三角錐のあれだとか、ちょっとね、普通には手に入らない空間エネルギーグッズのようなものがあるんですけども、そういうものの商品管理もそこでやっていこうかなと思います。で、来月ぐらいから、岩崎選手があのいろんな活動できるように、していこうと思います。天城流の方なんですけども、実は、来月の15日に、昇進試験がありまして、私もまだ一番下っ端の当事士補っていう、その補がついてるんですよ。試験受かれば、あの補っていうのは取れるんですよ。そうするとちょっと偉くなるんで、今まではね、勉強会っていう形でこう皆さんに天城流登場のやり方をこう知ってもらうっていう形をやってたんですけども、まあ、穂が取れたら、例えばあの本当に悪い人を見てみるとかっていうような方向になるのかなと、ちょっとまだはっきり分かんないんですけども、そういうふうにしていこうかなっていうふうに思っています。南大沢での活動がですね、まあ、なかなかもうだんだん人が来なくなったっていう部分があるんで、あのもういいのかなっていう感じがしております。今日本橋の方でやってて、そっちの方は結構人が、まあ来やすいっていうのもあると思うんですよね。人が見えてるんで、まあなかなか時間がないんで、そのやっぱりエネルギーの配分をですね、ちょっと考えていかないとなんないんで、ちょっとそっちの方に持っていこうかなっていう感じがしてます。でも、まあ、あの南大沢でもですね、市の方が取れたらですね、ちょっと違う形でやってみようかなっていうふうに思ってます。まあ、幕宇宙もね、あのその時はだから、なんだろう、天城流幕宇宙空間エネルギー療法みたいな感じになっていくと思います。まあ、これが大体の近況でございます。まあ、なんだかんだ忙しいことやってますね。で、まあ今日のテーマなんですけども、まあ、まず宇宙哲学とは何だというところからお話ししようと思います。で、まあ、知ってる方はね、あのうざったい話になるかもしれないですけども、私がやってます宇宙哲学っていうのは、ジョージ・アダムスキーという人がですね、1952年に、アメリカのロサンゼルスの方の、砂漠でですね、UFO が降りてきて、その中から出てきた金星人とコンタクトしたっていうことを発表したんですね。で、そこから始まってます。で、その本が、この空飛ぶ円盤、昔はね、空飛ぶ円盤同乗機って言って、今はこの文庫本まだ出てるのかな、あの UFO 同乗機っていうのと、それから久保田八郎さんが書いた全集の中で、第二惑星からの訪問者とかっていう、ちょっと名前変えてやってます。で、まあ、僕もこれを読んでアダムスキーにのめり込んだんですけども、当時ね、すごく宇宙人に会ったっていうのが評判になりまして、で、大センセーションになるになったんですけども、同じような宇宙人に会ったっていう人がたくさん出てきたんですね。なんですけども、そういう人たちっていうのはだんだん消えちゃって、結局アダムスキーだけが、まあ最終的に残ったんですね。
でどこが違うのかっていうと、実はこのアダムスキーさんはこの人あの62歳で会うんですね。それ74歳で亡くなるんです。で12年間だからこの会った後活動するんですね。で最初の6年間というのはまあ円盤がどうたらこうたら宇宙人がいるのかいないかというところでこう引っ張っていくんですけど、最高後半の6年間は実はその宇宙人が残してくれた宇宙哲学っていうものを広める活動に徹したんですね。でその宇宙哲学っていうのはとても深くて素晴らしくて、それを研究する方がですね全世界に少しずつ残っていって、で未だにアダムスキーっていう人の、まあ、存在感っていうのがあるんですけども、ただ、まあ、ほとんどの特にアメリカなんかはアダムスキーインチキっていうレッテル貼られちゃってて、アメリカにいる、まあ、日本の人にアダムスキーっていうともう最初から鼻で笑われちゃいますね。で日本はですねどういうわけだか、僕は久保田八郎さんっていうのは日本 GAP っていうそのアダムスキー研究のグループを作った方なんですけども、亡くなってしまったんですけども、その方がずっと頑張ってアダムスキーの本を出してるんですね。で今でもアダムスキー全集っていうのが出てまして、もうアメリカではほとんど読めない、あのもうアダムスキーの本がこれだけ出てるのは日本だけなんですけども、そういうものが残ってます。ですから、まあ、我々日本人は、まあ、アダムスキー研究するにはとてもいい環境に今あるんですね。その中で、僕が、まあ、最もその宇宙哲学の中で大切なのはこの2冊で、これ超能力開発法、こっちは21世紀の生命の科学っていうふうに今タイトルされてますけども、もともとはテレパシーと生命の科学っていう本でした。で両方ともですね、本として出てるのは日本だけで、もともとはニュースレターって言って、あの毎月1回送って、あのそれぞれ各国のリーダーに送ってくる英文のこうペラペラのリポートだったんですね。でそれをまとめてこう一冊にしてます。でこの中に、まあ、宇宙哲学っていうのが書いてあって、その人間とは何かとか、人間の本質とは何かとか、宇宙的生き方とはどういうものかっていうことは書いてあるわけです。それをもとに私ずっと勉強会やってるんで、まあ、だいぶね皆さんの中に浸透してると思いますけども、まあ根本的なことを少しお話ししようかなと思います。で基本的にね、人間で何って考えた時に、人間の中には2つの知性があります。で1つは自分を今自分だって言ってる自分、もう1つはこの肉体の中で自分の知らないこと、なんていうのかな、働きをしている知性的なもので、これを自分が自分だって言ってる自分のことをマインドって言います。でもう一つの知性的なものを意識っていうふうに言います。で例えば物を食べるでしょ、あこれが美味しい、あれが美味しいって言ってそこを食べるまではマインドです。でそれを食べた後にお腹の中入って、それを消化して、いるものといらないものに分けてっていう、あの、まあ、いわゆる消化活動ですよね。それをするのは意識です。だから実は意識の方がとても知的な働きをしてます。でも僕たちはそれに気づかないでいます。それで例えば怒ったり嫌な気持ち、マイナスの気持ちで物を食べたりするとお腹が痛くなったり下痢になったり便秘になったりするでしょ。でそれはその心がその細胞に働きかけて意識的な力を発揮させないので、そういう不具合が出てきます。だから心がすごく満たされてて落ち着いたゆったりとした気持ちで食べると消化やなんかも良くなるし、体の調子も良くなります。ということはこのマインドっていうのと意識が非常にいい状態になると素晴らしいことが起きるってことなんですね。だけど僕たちは普段それを全然意識しないんで、このマインドの思うがままに生きてるわけです。例えば誰かに会っても
この人好きとか嫌いとかちょっとした言葉でなんかこう傷ついちゃったりとか、あるいは増長したしちゃって誰か怒らせたりとか、いろんなことしてますよね。 それとは別に意識がずっとあるわけですよ。でこの意識はずっと一生懸命働いてるんだけど、このマインドがごちゃ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 やってるんで、なんかうまく働けたり働けなかったりして、こうそういう不調和を生んでるわけですね。でこの生命の科学とかテレパシー開発法というのは何を言ってるかというと、このマインドをちゃんと飼いならすっていうかな、その宇宙的な意識のことを知って、知れば自分がどのようにすればもっと素晴らしく生きられるのかなってことが分かるでしょうっていうことを教えてる。それがこの宇宙哲学と超能力開発法です。まあこのテレパシーっていう超能力開発法も内容はね全く生命の科学と一緒なんですけど、これは どっちかというと、その要するに僕らテレパシーって言って、あの何だろう、こう心と心が通じるとか、以心伝心とかいろんなこと感じるとかっていう、それをあのそれの仕組みを書いてます。だからこの仕組みを知ることで、実は生命は何かってことも知ることができます。まあ、これがあの基本なんですね。で例えば体を考えるときに、自分って何っていうと、何だろう、僕たちは五感って教えられてるんですよ。で視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚っていうふうに教えられてるんですよ。ところが実は僕たちは一つしかないんですよ。味覚も聴覚も視覚も嗅覚も、実は目だったら光が網膜に触れて、それに反応して脳が画像を作ってるわけ。聴覚は空気の振動が鼓膜に触れて、その音として認識するわけ。味覚は食べ物やなんかを舌に入れて、舌が触れて、そこで味を感じるわけ。嗅覚もそうだよね。鼻の粘液が匂いの匂いが鼻の粘液に触れてっていうでしょ。全部触れてなんですね。だ全部触覚のうちなんですよ。我々が例えばね、あの、まあ、目や耳や、ね、匂いや舌を失っても死ぬことはないんですよ。だけど触覚を失ったら確実に死ぬんですよ。で我々が心エゴって言ってるものは何でできてるかというと、この4つの感覚器官でできてるんです。一番強いのが目ですよね。見た目が綺麗とか汚いとか判断しますよね。から例えば耳だとうるさい音、綺麗な音楽、舌だと美味しいもの、まずいもの、ね、鼻だったらいい匂い、嫌な匂いっていうふうに、そこでほとんどかあのなんていうの、心って判断してるんです。だが混乱を招いちゃうんです。じゃあ触覚って何っていうとね、触覚って実はね、体の全細胞が持ってるんですね。だから例えばあの歩いてて後ろから誰かの視線を感じてふっと振り向いたら見てたってことあったりするでしょ。であれはここの辺の細胞がその誰かの視線なり何なりを感じるんで、その気がつくんですよ。例えば知らない部屋に入った時に、なんかこの部屋気持ち悪いとか、殺人事件があった部屋みたいなのあるじゃないですか、ね、それ何が感じてるかというと細胞が感じてるんですよ。何も知らないで入ってもなんかこの部屋気持ち悪いとか、逆の場合ありますよね。だから例えば朝起きて窓開けてたらすがすがしい気持ちがなるじゃないですか。あれは本当に体の細胞がその空気やなんかを感じて、ああ気持ちがいいって言うわけで、もっといい例が、例えば花が咲いてるするじゃないですか。そう、僕たちはああ綺麗な花、可愛い花って綺麗なとこだけ見るわけですよ。だけど実際花っていうのは根があって、汚い根があるわけよ。それが土の中入ってって、そこから養分を吸い上げて花全体っていうのを作ってるわけでしょ。そうすると
そこまで意識して感じてその花を見た時に、表面的な綺麗さよりも、もちろん表面の綺麗さもあるんだけど、ね、その根まで感じてその花と接したらもっと気持ちがいいんですよ。もっと素晴らしいんですよ。本当にその花の生命そのものを感じて、その生命がこの可憐な花になってるんだっていうふうに思うと、そのただ見た目で、ああ綺麗ねっていうのと全然違う理解が起きるんですね。あ、この花、この花を作ってる命ってすごくなんか尊いっていうかな、なんだろう、その素晴らしいっていう、それが綺麗な花になって、それが野原にあって、その調和がなんて素晴らしいんだろう、本当にそういうふうに感じてるんですね。その時に僕たちはマインドを超越した宇宙ってものを感じることなんですね。まあそういうことを日々感じながら生きていきましょうっていうのが宇宙哲学の根本なんですね。で、この間もちょっと質問されたんですけど、じゃ脳は何ですか、全部脳で感じてるんじゃないですか、脳で考えてるんじゃないですかっていうんですね。脳って何かというとね、これ単なるコンピューターなんですね。 CPU とメモリだと思ってください。だから僕たちは脳みそ大体 7% ぐらいしか使ってないって言われてるじゃないですか。僕はもうちょっと使ってるんですよ。いや本当に宇宙的なものをやっていくとね、要はそういういろんな外から来る感覚を脳がやっぱり処理していくんですよ。でもそれは単なる処理であって、感覚自体はこの全体の意識なんですね。意識がその感じていくんだけども、なんでかっていうとね、実はこの中に書いてあるんだけど、この宇宙的なその意識的なものを感じるようになってくると、ある時ね、頭痛がするんですよ。で、頭の中でね、なんだろう、ズキンズキンというかね、トントントンというかね、そういう感じがね起きるんですよ。でもそれ心配するなと、それは実は今まで脳の使ってなかった部分を使い始めたからだよって書いてある。確かにその通りのことが起きて、で、まあなんだろう、2週間ぐらいしたらもう慣れたっていうか忘れちゃったっていう感じですね。ね、先月もちょっとこう少し自分にパワーが出てきてスーパーサイヤ人になったよみたいなの言ったんだけど、表向きになったんですけど、やっぱり肉体がついていかなくて、1ヶ月ぐらいはだから下痢したりとか熱が出たりとかありましたよね。それは原因が分かってたんで、要するに自分がの内面的なそういうそのものがね、それ変化してくるわけですよ。要するに理解の仕方が変わってくるんで、で脳の使い方も変わっちゃうんですよ。だから しばらくはちょっとそういう不調和が続くんですね。でもそれは慣れだから、もう、まあ、ほとんどないし、そうなってくると今いろんな理解力が、ね、ものすごく上がってますよ。だから先月ね、足立育郎やったり、その後幕宇宙のね、幕宇宙理論だとかって勉強したんだけど、それまで読んでも全然分かんなかったのが、スススと分かるように変わっちゃうんですね。まあ、だから脳が考えてるのはないってことですね。脳が自分ではないってこと。皆さんなんかね、こうすごくみんなそういうふうに思い込んでるみたいで、だ脳は単なるコンピューターなんですね。だから回転が速くなるっていうのは CPU が速くなるってこと。記憶、だから記憶がね、どんどんそういう理解があれ深くなるっていうのは、メモリーが増えたっていうことっていうふうに考えてください。まあここからね、宇宙人はいるのかいないのかっていう不毛の議論に入っていくわけですけども、これはですね、基本的に、立証できません。だから僕もアダムスキーのこれを読んで、やっぱり最初に本当にいるのかなって考えますよね、そりゃ。で何をしたかというと、やっぱりね、ものすごく一生懸命ね、いろんな情報を集めましたよ。本当にいるのかどうかっていう、それを確かめるべく、たくさんいろんな本も読んだし、
UFO 関係のその事件っていうんですか、当時からねいっぱいあったんだけど、キャトルミューティレーションが何だとかかんだとかっていっぱいありましたよね。全部ほんとずっと追っかけましたよ。もう最終的には分からない、いるのかいないのか分からない、もう調べれば調べるほど情報の迷路に入ってくるっていうのが実態でした。で途中でねやめちゃったんですよ。だから分からない、絶対分かんないって。でその代わり要するに確実に分かることはどっちかというとこっちの方なんですよ。この本に言ってるようなことを要するに自分の意識を変革、心を変革して意識的なものに気が付くようになるっていうことをやっていくと、いろんな変化が起きるんですよ自分の中に。でこっちの方がだからなんていうのこう手っ取り早いっていうかな、確かだっていうふうにどっかで自分で分かったんですね。でそれからもう宇宙人がいるとかいないとかっていう議論には参加しないようにしてるんです今までね。でもまあ一応ね私はこういうふうに考えてるっていう部分のことをやっぱりきちんと表明はしておこうかなと思います。 もちろんだから私は宇宙人っていうのはいると思ってます。信じようが信じまいが僕はいると思ってます。でアダムスキーはどういうふうに言ってるかというと、アダムスキーの宇宙像っていうのはね、宇宙っていうのは人間で満ちてますよっていう言ってるんです。神様が宇宙を作って銀河系を作って太陽系を作って惑星っていうのを作りますよね。で地球はその中の一つで、水があって温度がちょうどよくて、で僕たちの今まで教えられてるのはものすごい確率でそういう状況ができていて、でそこに生命が生まれて、それもものすごい確率で低い確率でその進化を続けて今の我々人間になったんだっていうふうに教えられてますね。だから宇宙空間に惑星でいうとね、もう数えきれないほど無数の惑星があるんだけども、その中で何パーセントかには我々と同じに人間が住んでいるだろうっていうのが今の我々の宇宙観ですよね。アダムスキーは神はそんなことはそんな無駄なことはしないと。なんで誰も住めないような惑星を作らなきゃなんないのっていうのが彼の感じ方なんですね、言い方なんですね。で惑星っていうのは何かというと、全て生命がを育むためのものなんだっていうことです。だから金星や火星がもう何ものすごい温度が高くて、あるいは火星は温度が低くて生命なんかいるわけないっていうのはありえないと。で昔はね太陽が熱くって太陽に近い水星は灼熱の星で、遠い海王星なんかはもう氷の星でっていうに言われてたんだけど、そうじゃないよ。だいたい最近は太陽熱くないって言い出しましたよね。もっと違うものだが、違うエネルギーが来てっていうふうになって少しずつ変化してるんだけど、ね、各太陽系には12の惑星があるそうです。それは一つの単位なんだっつって。だから今んとこ、まあ、冥王星が外れちゃったんで8つですよね。で太陽系ってどうなってるかと、星が太陽があって4つ小さい星があって、でその外に小惑星群っていうのがあるんですね。でその外にまた4つ今度は大きな惑星があって、でその外にまた小惑星群があるんですよ。でまだ発見されてないんだけど、それから外にもまだ4つあるんですよ。で最終的にそれを取り囲むような小惑星群があって一つの系になってるんですね。でこの小惑星群は何であるかっていうと、そこを通ると太陽エネルギーがパワーアップされていくんですね。なんか昔の真空管ってそういう構造だったらしいんだけどっていうようなことを言ってます。だから各惑星にみんな人がいて、全部でね1700億人ぐらいいるって言ったのかな。
全部の12を合わせてね。で地球はそのうち当時はですね20億人ぐらいだったと思います。で今70億って言ってるけど、これはありえない数字です。地球で抱えられる数字が約30から35億人でも手一杯ですね。それ以上になったらばこんなに我々が食べ物を食べている状況はありえません。だから70億っていうのは完全な嘘情報ですね。信じるか信じないかは別なんですけど、まあこういうだから理解のもとで少しずつその情報を、まあ、吟味していくわけですね。じゃあ地球の歴史についてどういうふうに言ってるかというと、まあいろいろあるんですけど、一番最初そのやっぱりね太陽系って新しくできるでしょ。で人類ってどっから来るかというと他の星系から来るんですよ。で太陽系もいつかは、まあ、古くなって消滅するんですよ。そうするとまた他のとこに行くんですよ。だから太陽系も最初に誰か来たわけですね。何十億年って昔だと思いますけど、で地球っていうのは実はその太陽系の中で一番最後に整った星らしいんですよ。どうもその衛星としての月が一つしかないんで、それがその不安定要素らしいんですね。いろんな説があるんだけど、それで何だろう、かつてその、まあ、宇宙人たちが地球を安定させるためにもう一つ月を作ってて、それブラックムーンといって見えない月がどっかにあるって話もあります。それはちょっと僕も分かんないんですけども、で一番最初に来た人類っていうのがトリテリア人って今僕たちが呼んでる人たちだそうです。でトリトン伝説っていうのだからそれを元にしてるっていうのも、これ本当にもう古い古い話なんで、でその後にまた地球に大きな変動が起こるんで一回こう帰っちゃうんですね。別のとこ行っちゃうんです。でそういう人たちが3回ぐらいこう来てるんですね。でそのたんびに地球が変動してるんでポールシフトが狂って氷河期っていう僕たち呼んでるんだけど、そういうことが起きたり、あるいは重力の大きさが大きくなったり小さくなったりっていうこともあるかもしれないし、あるいはその今の月の存在がちょっと不思議なんで、それも関係してるかもしれません。そのことにはアダムスキーは言及してません。アトランティスとかムー大陸っていう、それも肯定しております。そういうふうに呼ばれていたかどうかは別にして、そういうようなものがあったっていう時期もありましたよと。で要は大陸がね今みたいな形がずっと続くかどうかっていうのもこれも疑問だと。要するに砂漠がどんどん進んでしまうと地球がねそこを沈めて、で今海底にある土地を出してくるんだと。そうするとその海底にある土地はずっとそのいろんなものが溜まってるんで、とっても肥沃な土地になってるんですね。でそういうふうにそういうことをするんだというようなことを言ってます。だから今ね砂漠がどん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 進んでると案外そういうことがまた起きるのかもしれませんね。これが今アダムスキー的な宇宙哲学的な、まあ、地球と宇宙人論ですね。宇宙人というのはじゃあどういう人かっていうと、みんな、まあ、そこそこ僕たちよりもその意識的なものに、マインドがこううまく融合している人たちが多い。まあ、中にはそうじゃない人もいるんですけども、まあどっちかというと多いと。ほとんどが実はそっちなんだと。もう 98% ぐらいがそういう、どっちかというとそういうもう人たちなんですね。宇宙全体で言うとですよ。ただどうしてもそのマインドが勝つ人がいるんですよね。そのなぜだかわからない。そのだから神の仕業なんですよね。いいとか悪いとかじゃないんですよ。そういう人はいるんですね。それも神がそうしてるんだから、何かあるんだと思うんだけど。で、そういう人たちはだから苦しむわけですよね。マインドが勝って、いろんな間違いをしでかして、でも、その中で学んでいくっていう。僕の意見なんですけど、そういう人たちって、将来的に指導者なり教師になる人だと思うんですよ。
なんだろう、よく僕昔、まあ、今も言うんだけど、例えばね、金星に生まれたとするじゃない。ずっと金星にいたらのほほんとした人間だと思うんですよ。ずっとまあそこそこ、まあ、なんかいろいろあるだろうけど、こう地球ほど荒いこういうことはなくて、もっとこう穏やかなところで、まあ、多少何かあると思うね。恋愛沙汰もあるだろうし、全く失敗しないわけじゃないから。でもなんかもうすごい理解に満ちた人たちの中で暮らしていくわけだから楽なんだろうなと思うのね。でもなやっぱりそういう人たちを導く人たちも必要なわけですよ。でその導く人たちはじゃあなんでその立場にいるのって言ったら、やっぱりそれだけものすげえ苦労して、なんと振幅が大きくなった人たちなんだと思うのね。なんでそのマインドが勝って、例えば地球に生まれて、ああでもないこうでもないってこんな生き方しなきゃなんないのって疑問に思うんだけど、でも結局そういう経験をしていくと、のほんといた人たちに比べればやっぱりその非常に先も見えるし、いろんなことを理解できて、その教師的な立場になっていくっていう、そういう人を、まあ、宇宙そのものが必要としているんで、僕たちはそういうこういう例えば地球というね、その一番十二惑星の中では荒い波動の中で生きているんじゃないのかなっていうふうに思う時があります。でもまあ宇宙全体はですね、だから高い波動の中であるんですね。で特に宇宙空間って出ていくと、なんかすごいもう直神と直結してるっていう世界らしいんですね。非常にその今の僕らの状況でも宇宙空間出るとものすごい直感力が冴えるらしいですよ。いろんなことが分かっちゃう。で、ね、数少ない地球人が宇宙に出てますよね、宇宙船の飛行士として。で彼らみんな同じようなことを言うんですよ。宇宙に出ると神が隣にいるようだった。で何かこう感じて地球に帰ってくると、なんかね、侵食者になってしまったりとかっていう人多いですよね。どうもね、そういう世界のようですね。でそういうふうに考えていくと、例えばガンダムみたいな世界とかスター・ウォーズみたいな世界って、あれはやっぱり夢物語なんですね、空想なんですね。宇宙空間に出て誰かを殺してやろうとかって思って、なんかロケットに乗って弾撃ちまくるみたいな、あんなことないみたいですね。もうそれしようかなと思って言っても、なんか神様がそばにふっと感じちゃうと、あ、みんな僕たちの仲間なんだと思うわけだから、弾撃ち込めなくなっちゃうっていう、あのデススターなんて作って星を破壊するなんてとてもじゃないけどできないと思います。まあそういう考えが僕の中にあるんで、要はもう僕たちが普段ね、UFO やなんかやると必ず出てくるレプタリアンとか、そういう悪い宇宙人がいて、地球人を食ってやる、えへへみたいな世界はありえないって言ってるんです。ありえないんですよ。あれは地球人が考えた空想の宇宙人なんですね。宇宙ってものを知れば知るほどそんなことはありえないっていうふうに僕は感じてます、感じがあります。テレポーテーションとかってあるでしょ。であれも何かというと、そのアダムスキア、まあね、この中じゃないんだけど、土星旅行記っていう本が出てるんだけど、その中で書いてあるのは、宇宙船って機械でできてるんだけど、宇宙船自体も意識があって、で振幅が大きかったり小さかったりするんですって。で振幅が大きい宇宙船っていうのはやっぱり性能が良くて、で基本的に遅い宇宙船が1週間かかるところを1時間で移動しちゃったりするのね。だけどその時に乗ってる人が意識が低いと、バーンってやった時にその人粉々になっちゃうらしいのね。だそういうこともだから、さっき言った話の裏返しで、要は意識的なものとその、機械的なUFO っていう、その宇宙船っていうものが実は一体化していて働くっていうのが宇宙らしいです。それがね、
まあ、岩崎選手がやってる空間エネルギーだとか膜宇宙につながってくるわけですよね。特に空間エネルギーっていうのは、だからただとんがったものを張ればいいってわけじゃなくて、そこに意識的なものとの合体があって初めて車が UFO 化していくっていうことが起きるわけですね。同じように張ってもなことあるわけねえよとかね言ってる人は起きないわけ、そのことが起きないんですね。その辺がなんか、まあ、このいわゆるアダムスキーの言ってる宇宙観というものとそのを、まあ、膨張する形で空間エネルギーっていうのがあるんで、まあ、一生懸命やってるとっていうことでなります。もう一つは最近のね量子力学で物質と想念というものが密接に関わってるってことが分かってきています。これは観測者効果っていうね、あの原子核の周りを回る電子を観測すると観測者が右側にあると思うと電子は右側に来るし、いや左側ですよって言うと左側に来るんです。その人の思った通りの振る舞いをするんですね。でまあこれを拡大解釈していくと、じゃ あの宇宙とか時間って確定的なもんじゃないんじゃないって思った方に行くんだからっていう、例えば箱の中に猫を入れて毒薬が入ってて開けた時に猫が死んでると思ったら死んでるし、死んでないと思ったら死んでないわけだよね。その人が思うか思わないかでその死んでる死んでないでいうと2つの可能性にこう分かれちゃうわけ、ね、でこれがまあ異次元論だとかっていうのになったり、そのパラレルワールドっていうものの考え方に発展していくんですけども、だから量子力学が出てきてこういうものの考え方っていうのがまあ出てきてるんだけど、とにかく物質が人の思いに反応するんだっていうことが分かってきたわけで、今までの地球の科学では絶対そのことはないし、今でもそのことを測定できたり、式として表している人はいないんじゃないかな。思いが物質に働かれるっていう、その物理に関係しているっていう部分がね、なぜか知らないけどそういうような現象が起きるっていうところまでだと思います。さっきねちょっと言ったけど、じゃあ地球人的な宇宙人観って何かというと、まあまあいろいろあるんですけども、この本がすごくまとまってて、これペンタゴン機密ファイルっていうんだけど、これはね、あの要は今マスコミやなんかであるいはネットなんかで出ているいろんなこの宇宙人に関する情報ありますよね。そうほとんどがこのペンタゴンとかがうまくいろんな説を利用して本来の宇宙人的の姿っていうのをうやむやにしているっていうことを暴いた本なんです。目次だけパッと読むと、司会文書がねどうたらこうたらとか、それからノアの箱舟が本当にあったのかないかなかったのかとか、それからピラミッドパワーって何なのとか、古代インドで核戦争があったとか、火星にピラミッドがあるとか、人面岩があるとか、古代の人工物だとか、イングランドの驚い石、まあ、これストーンヘンジのことだったりするんですけど、とにかくありとあらゆる今僕たちが思っているものが、例えば誰かがそういうこと言うでしょ、それをねもう丸ごと利用してコマーシャルにしちゃうんですね。なんで僕はマスコミを一切信じないっていうのはそういうところにあるんですね。マスコミに出たらもうこれの脚色が入ってるってことなんですね。だからさっき言ったようにいるかいないかっていう議論をあの何回やっても同じっていう、これ信じてる人は一生懸命あの この中の証拠を力説するわけですよ。 NASA が言ってるんだから、ペンタゴンが言ってるんだから本当でしょって来るわけですよ。もう僕はどこで判断するかというとね、こういう情報の中に意識だとか想念とかいう情報が全くないんですよ。こういうのってそういう世界が全部取っ払われてて、それで例えば地図の上にあのこことここをつなぐとこういう線ができるとか、こういうのが出てこれはすごいとかってあるのね。それはそれなんだよ、それはそれすごいんだけど、そこにその意識的なものだとか
その想念がどう関わってると全くなくて、最終的にこれだけすごいあの文明はあのレプタリアンが作ったんですみたいな話になってきちゃうと、もうああまたこれにやられてるって話になっちゃうわけですよ。いいよレプタリアンいてもいいんだけど、どうやって生きてたのって俺聞きたいわけ。あの宇宙の中で神の近くに なってしまう宇宙をね飛んできたわけでしょ。で地球を見つけて猿がいて、自分たちの DNA と混合して僕たち人間を作ってね、いっぱいになったら食べてやる、えひひひって狙ってるわけでしょ。そんなやついるのか宇宙にって俺は思うわけ。それよりはやっぱりアダムスキー的な宇宙っていうのを想像した方がすごく自然なわけですよ。神とか意識とかっていうものとすごく合致して整合性が出てくるし、考えていて楽しい、広がっていくっていう、生きてて楽しいみたいなに近い面白さがあるんですね。まあなんでね宇宙人来てんのって、特にアダムスキーの頃はあの要するに原爆をあの作られて、ね、あの日本に原爆を落とされたりしたでしょ。それで当時やっぱりねすごくいろんなところで原爆実験してるんですよ。そのたんびに UFO 来て除染したり、あるいはもう空中であの原爆実験何遍もしようとしてるんですよ。空中で原爆実験したらとんでもないこと起きるわけですよ。要するに大気が汚染されちゃうんだから、それ何遍もこの UFO 止めてるんですよ。それでもなんかね一回やっちゃったんだよね。それが今バーレン帯っていうね、あの地球のを取り巻く層の中にすごい放射能のきつい帯を作っちゃったのね。だから地球人が例えば外の月に行きましょう、火星に行きましょうとかいう時に必ずそこを通んなきゃなんないわけ。それだけ自分で自分にリスクを作っちゃったっていうことがあるんですね。爆弾もあるし、それから原発もあるよね。それでこの間の福島の時も相当彼らは除染活動をしていたと思います。そうでないと今僕らはここ東京でこんなのんきに暮らしていられないと思います。まあそういうことで特にね近年特にその UFO が盛んに活動しているっていう。でそれは何もね僕らを助けるためじゃなくて、あの地球が彼らの許容範囲以上に汚染されたり汚染したりなんかすると、あのもちろん彼らの世界そのものが崩れていっちゃうのね。全部バランスなんで、そのバランスを最低のところで、あの要するに地球人のに関わらない程度のところで止めているんだと思います。ではもう少しね宇宙空間とその意識的なものっていうものについて考えてみようと思います。想念、意識っていうのは想念、思いだっていう部分で、前回ねあの足立育郎さんの話やなんかしてったんだけど、もう宇宙空間っていう部分で考えると、宇宙空間って何なのっていうと、宇宙空間は想念に満ちてるんですね。もう飛び交ってるわけ、今この瞬間も飛び交ってるわけ、想念が電波みたいに。でそれを僕たちは受け止めて生きてるわけで、自分に関係するものは、まあ、キャッチするけど、そうじゃないものはほとんどスルーしてるわけ。まあ、空間エネルギー的に考えると、それは何かというと、一応虚数電荷って言ってるわけね。で虚数電荷って何かというと、2つ合わさるかけるとマイナス電荷になるっていうものなのね。だからルートマイナス1っていう数字になるものです。でそれがあのここに満ちていると。それでそのとんがったものをでもいいし、そのだんだんねあの慣れてくると思うだけであのこれを操れるようになるわけ。あの幕宇宙でこういうふうにやると除染されますよっていうでしょ。こういうふうにやった時に何が起きてるかっていうと、その僕たちの思いの中で虚数電荷を掛け合わせてマイナスの電荷を作ってるわけ。そうすると何が起きるかというと、マイナスイオンが増えるわけ。そうすると滝の下に行くとマイナスイオンがいっぱいあって、ああ気持ちいいってなるでしょ。あれと同じ効果が起きるわけ。
空間エネルギーそのものが、だから、まあ、何を使っているかというと、実はこういうことを使って、そのいろんなことが、車を変えたりとかいろんなことを起こしているっていう、でこれがまあ空間エネルギー的な、この空間というものの考え方ですね。もう一つね、最近知ったんだけど、ハワイにあのナシーム・ハラメインさんっていうやっぱり科学者がいるんですね。でこの人すごい面白い人なんだけど、ネットなんかだとほとんど出てこないんです。であまりにすごすぎちゃって、あの現代科学でこの人のことを評価できないっていうか、評価しちゃうと大変なことになっちゃう。でこの人はどういうふうに考えてるかというと、宇宙は全部スピンしてるっていう考えなんですね。で分かりやすく考えると、例えば地球って、こう太陽があって、太陽の周りをこうやって回ってるっていうふうに僕ら教えられて考えてるじゃないですか。でも実はこの宇宙空間の中では、太陽もこう回って動いてるわけです。だから地球の動きって何かというと、こういうふうにスピンしてるんだよ。そこをいうふうに考えないと本当はいけないわけ。全ての物質がスピンしてるってことになるんですよ。じゃあ一体何が物質をスピンさせてるのっていうことですね。例えば銀河系ってこうあるじゃない。で銀河系って銀河系自体がこうスピンしてますよね。でこの中心に何があるのって、ブラックホールがあるんですね。でこのブラックホールがあるんで逆にスピンしてるわけ。じゃあ僕らの体の中の細胞を分解していくと原子になりますよね。で今のところ教えられてるのは、原子核があってそこに電子がこう回ってる、スピンしてる。まあそうだな、もう少し分解しようか。そうするとこれはどういうふうに分解されるかというと、今クォークっていうのが一番小さいところになってるわけね。でクォーク、このナシーム・ハラメインさんはこのクォークって素粒子なんだけど、どんな運動してるのっていうと、要するにスピンしてるっていう。でじゃあどうしてスピンしてるのっていうと、ナシーム・ハラメインさんはここに小さなブラックホールがあるっていう。だから僕らの体ってブラックホールだらけなわけ。でこれがナシーム・ハラメインさんの論です。で、まあ、もう一つ面白いのは、あの 彼はそのブラックホールってすごくね、恐ろしいものに思えるじゃないですか。こうあるとしたら、何もかも時間まで全部こう吸い込んでしまうっていう。でも、まあ、本当はね、これが出ていくホワイトホールがあるらしいんですよ。これはまだ分かってない。でもう一つは、実はこう何でも吸い込んでしまうんだけど、このブラックホールのこう周りにね、こう膜があるんですって。でこの膜に全宇宙の情報が入ってるんだそうです。でこれは銀河系のブラックホールの話なんだけど、でもそれを考えていくと、我々の体の原子を構成していて、それを作るためにスピンをしているクォークを回しているブラックホールの中にも、実は全宇宙の情報が入ってるんですよ。だからこれが、あるいはいわゆるその意識的な想念の元になっている正体かもしれないですね。一つの考え方ですよ。それからもう一つは、足立育郎さんの論は、まあ、前回やったんですけども、原子があって、原子核ってあります。でこれが陽子と中性子ってものでできてます。でそれが集まってね、それで普段はこの原子核だけでこの空間に、これが空間に満ちてます。でここに何らかの形で電子がくっつくと、これが物質化するんです。足立育郎さんの論ですよ。で初めて一つの原子っていう単位になって、こういうもの、私の体とかそういうものを物質化させてます。だから例えば私が
超能力をもっと使えるようになって、こういうことを理解してたら、例えばこの空間にはこの原子核がいっぱい満ちてるわけだから、何らかの形で電子を作って、ここにプリンを作りたい、作れって言うと、ふわふわパーッとここにプリンができる可能性があるんですよ。まあこれをやってるのは神なんだけども、創造主はだからこれを使ってこの空間の中に星を作ったりなんかをしてるわけですね。権限させてるっていう。これを原子を作っている中性子と陽子ってあって、陽子ってあって、でこの足立陸郎さん、この中性子が意識だって言ってるんです。で陽子は意志だって言ってるんです。ですからこれが空間に満ちてるってことは、この空間は意識と意志で満ちているってことなんですね。だからまあ僕らがいろんな、さっきね、想念がどうのこうのって言ったんだけど、その元になるのはここにあるわけですね。で僕らの想念って何かっていうと、実はこれは化学変化なんです。楽しいと思ったり悲しいと思ったり、いろんな感情があったり、ああしたいこうしたいと思うのは全部化学変化なんです。化学変化、これはこのさっきのブラックホールと、それからこのアルジークロー説は単なる一つずつの仮説なんですけども、そのとにかくそういう意識を伝達する何かが空間に満ちてるってことを言いたいわけです。でそこに人間が、僕たち生きていて、で何かしたい、あれがしたいこれがしたいとか、いろんな意欲を持ったり悲しんだり、まあ、何か食いてとか何とかいろんなことあったり、それ全部化学変化、感情は化学変化が起きるんで想念が生まれるんです。想念が生まれるとさっきのこういうものに反応して伝わって出来事が起きるんです。これが宇宙の、まあ、何だろう、根本方式っていうふうになります。こういう、これをこういうことをね、きちんと理解して、そして宇宙的な生き方っていうものに自分を変えようとするにはどうしたらいいのか、最終的な結論の話になるんですけども、でこれは一言で言うと決心することなんです。決めること。もう私は自分はもうこれ今日から、たった今から宇宙的な生き方をする、決めるんです。そこで変わるんですね。でもそういう実際の生活でやると結構大変で、結構崖から飛び降りるぐらいの勇気がいるんですね。あるいはその本当に自分が心の中ですごく大切にしていたこだわりみたいなものを一切捨てなきゃなんなくなっちゃうかもしれないし、今までこいつはもう大嫌いだとか、なんていうか、もう敵のように思ってた人を受け入れなきゃなんなくないかもしれないし、いろんなこと起きますよ、起きるんですけども、でもとにかくそんなことを超えてね、宇宙的な生き方に向かうんだっていう決心をすること。そうするとさっきのいろんなものが、働きが変化していくんですね。変わっていくんですよ。で宇宙がその人に対して味方するっていうかな、よう分かったね、おいでみたいな感じになるんですね。そうするとまあだから変な話だけど、例えば生活の心配とかそれしますよね。こんなことやって食ってけんのみたいな。でもまあなんとかなっていくんですね。大金持ちにはならないかもしれないけれども、困らないようなことにはなっていくんですね。で前もちょっと話したんだけど、このアダムスキーさんも一番最初にそういう円盤に見る前にね、彼はずっとその、宇宙哲学的なことを説いてた人なんですよ。まあだから選ばれたっていうのもあるんだけど、でやっぱりその時であったりとか、その後ね、そのこの円盤にで宇宙人に会いましたよっていうのをこの本にして発表すること自体ね、普通に考えたら変人扱い、もう普通じゃないっていう扱いされちゃうよね。それでもやるんだっていう決心をして、で僕らに伝えてくれたんで、今僕らが、またそれをもとに勉強することができているっていうことだと思います。まあ私も
まあ、かなりの決心のもとに、今の活動に入ってます。宇宙的な生き方、まあ、いろいろお話ししましたけれども、最終的な結論はね、崖から飛び降りる決心をすると。そこに、まあ、新たな宇宙的な生き方を見出してほしいというのが私の願いであり、宇宙人の願いであり、神様の願いであり、だと思います。ぜひ、ね、今日来た皆様、それからこのビデオを見ている皆様、決心してください。ということで今日のお話は終わります。どうもありがとうございました。